Triple kill. Fury kill. つえああスピード感半端ねえぜ。新作の COD が出るタイミングでいつもなんか、今作は街が強いとかいろいろ、街が強いだよね。街が強いって言われるんだけど、その多分ね、街が強いって言ってる人は、撃ち合っちゃいけないシチュエーションで撃ち合いに行っちゃってると思うんだよね。ノーおどうも皆様、こんにちは、グリードです。今日もね、コールオブデューティーヴァンガードの、PS5 先行ベータやっていきたいと思います。今日はね、BAR を使っていくんですけど、皆さん、動画ね、ぜひ、高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。なんか、高評価が多いと、YouTube のおすすめに流れやすいみたいなんで、ね、ぜひ、今まで押してなかった方は、ぜひよろしくお願いします。OK?カスタマーね、まだ、お試し中だからいろいろ、ちょっとよくわからないけど、とりあえず、今のカスタムどうかな。でもね、このね、BAR 結構バレルとか、いろいろ強そうなのつけるとね、ブレがすごい増えちゃうから、その辺がね、ちょっと加減が難しい。よいしょ。パンチで粉々にしていく。あれかな?いや、いいね。高威力 AR、最高です。登ってくるかな?槍が回った?そのまま奥に逃げたかな?スタン、多分当たると思う。この辺敵マジでね、多分奥で湧いちゃってるわ、これ。やばすぎでしょ!デスマシン、デスマシン。なに?なぁ、ちょ、今自爆しそうになってたのか。オッケーオッケー、トリプルキル。なんかいい、うわ、足音で、足音したから適当に打ってみたら当たりました。あぶね。マジ今状況が全くつかめんかった。なんか視野角低いからね。ちょっといまいちね、状況がね、普段と比べて、判断が悪いんだよね。どうなってるこれ。What?おお、なんかやっぱいたね。建物どっかいたわ、近くに。うん、平行分けしてる。これはモダンオフェアに待ったわけだね。あと、コールドウォーか。やっぱ、まずは、まあ、リスポーンちゃんと覚えていかないと、正しくは、うまくは立ち回っていけませんからね。これはもっとぐるっと回った方が良さそう。多分この辺覗いたらやれるやろ。もっと左から撃てば、いいんじゃないですかこれ。エリア来い。さらに左外周があるのか。オッケー。リスポーン変わったかな。これリスポーン変わったな。多分右から来るやろ。ここで待ち構えても良さそうだな。オッケー。ちょっとね、そう、前回のコメントで一応画質が悪いっていうコメントあったんですけど、ちょっとね、今、僕は PS5 の、PS5 本体での録画機能使ってるから、PC 版で録画した COD とはちょっと画質がね、ちょっと違うから、悪いんで、そこはご了承ください。PC 版がね、ちゃんとベータとか始まったら、今まで通りの録画方法でやるから、そしたら多分結構、いつも通り綺麗な画質でお届けできると思います。はい、強い。やっぱダメージ制御。なんだこれ?スモークか?スモークじゃないのかな?なんだろうこれ。艦隊 UAV 出されちゃってマジでわかんねえな、これ。落ち着いて落ち着いて。エリアはこっちに動いております。多分センター脇だから、これセンターから覗こうぜ。裏取りしてくるやつもいるだろ。4枚目いる。弾が足んないか。まあ十分。すごい弾幕だな、敵の。まだいる ?OK。火炎放射器出たね。味方は完全後ろ脇だと思うんで。OK、ワンちゃん出たね。
ワンチャン出したからちょっと前行くか。あーマジここで死んじゃいます。カウンター UAV を無効化するパークあるはずだけど、ちょっとまだどれか分かりましたよ。今のダブルキルなの？トリプルキル、ワンチャンキル入りました。あーナイス、撃たれてる。あーそこか。よしよしよし、多分エリアの正面側から敵来ると思うぞ。あーワンチャンが、ワンチャン思ったより弱いんかな。結構すぐキルされてるイメージだな。あ、死に来てるな、死に来てるな。トリプルキルいく。あー弾なくなったか。よし、こっから多分近距離戦多いから解放射撃でいこう。オッケーオッケー、完璧の動き。これ立ち回り完璧です。よしよしよし、ね、これなんかジャガーノートみたいに体力がちょっと硬くなってるんで、これでタンク役しましょう。強えあ無敵やんこんな。待って、これリスポーン飛んでるな。僕の後ろで湧いてそう。これ届くんかな。いや届いちゃうんだけど、マジですか。あーこれで、これ体力いくつぐらいなんだろうな。結構、もろぐらいしてたけど、だいぶ硬かったな。おぉ強い。オッケー。フラグ、なんか今作ね、フラグのこの動作が結構遅くてあんま出す気にならないんでね、フラグを。オッケー、ナイス。おう70キロ。新作の COD が出るタイミングで、いつもなんか、今作は街が強いとか、いろいろ、街が強いだよね。街が強いって言われるんだけど、街が強いっていうのは、なんか僕から言わせてもらうと、どの COD も街が基本的に強いし、というか FPS 大体街が強いから、で、そもそもね、そもそも、その、多分ね、街が強いって言ってる人は、打ち合っちゃいけないシチュエーションで打ち合いに行っちゃってると思うんだよね。もうこれはだってトッププロですらそういうミスをするときが多々あるから、ね、ここは打ち合っちゃダメだけど、すごいブレ。ちょっとね、顔出しちゃって、死んじゃうみたいな。多分ね、そういう戦い方をしちゃってると思うんだよね、そういう言ってる人は。別にモダンオフェアのエンジン系は、このスライディングキャンセルとか飛び出し打ちがあるから、比較的待ってる敵に対してかなり強いんだよね。逆に言うと待ちがかなり弱いまである。ちゃんと飛び出し打ちたとかね、使いこなせれば。強え。強え。マジ SMG の距離全然余裕で帰っていっちゃうんだけど、これほらトリプルキル。よしよしよし、4発いける。うわっ強っ。ノーなんだー、なにえ見えてないの君には。僕にしか見えないのこれ。あっ、いや、強い。強すぎー。あれトンプソンアイアンサイトの方がいい気がする。これサプレッサートンプソン、これはナイス。つえマジ50発のドラムマガジンの強さが半端ねえ。くそ落ちいねえ。強っポンプソン強っ。消えちゃう。
これ当たるぞ。この右角にいるんやろ。OK。で、リスポーン変わった。ちょっとこの距離無理があるかな。で、スマシン使っちゃうか、この距離。なんか燃えてる燃えてる。あー、火炎瓶、まさ、マジで火炎瓶使ってくる。モロトフ出してくる？ビータ版で出してくる？とんでもねえブレだな、相変わらず。やっぱノーアタが一番ブレない気がしますね。本当に。ナイス戦車。なんか椅子がガタガタしてた。トリプルキル。つえああスピード感半端ねえぜ。やばい！うわあ！